クレヨン・しんちゃん電撃。豚のひずめ大作戦は、1998年4月18日に公開された、クレヨン・しんちゃんの劇場映画シリーズ第6作目。上映時間は99分。興行収入は、約11億円。キャッチコピーは、このおバカ恐るべし。劇場版、クレヨン・しんちゃんとしては、初となる、野原一家以外を主役もしくは、 順守役として描かれた作品で、新之助の親友たちが、カスカベ防衛隊として、初めて登場する。マスコットキャラクターとなっているブリブリザエモンも話の、重要な役割を占めている。また、映画では初めて実在する外国が登場している。さらに今作品からタイトルに、レーレイと、漢字2文字の名詞が入るようになった。 銃撃戦や格闘などはリアリティが追求されており、白真のアクションシーンが展開するのが特徴。登場する銃器はすべて実在のもので、作画用の設定書には、射撃時のマズルフラッシュの出方や、相談数まで細かく交渉され、書き込まれている。肉弾戦については、ポリスストーリー3などのアクション映画を参考にしており、原は本作について、パンフレットのインタビューで、 炎の友情をテーマにした、ちょっと古くて懐かしい冒険アクション映画を目指しました、とコメントしている。お色気役に、三石琴野を起用したのは監督の原圭一であり、当時原が、新世紀エヴァンゲリオンにハマっていたということもあって、三石が演じていた、桂ツ美里を意識させたキャラ設定を行っていたと、いう。なお、お色気が新之助のことを、新ちゃんと呼んでいるのも、 新世紀エヴァンゲリオンで、桂木美里が主人公のイカリ・シンジを、シンちゃんと呼んでいることからである。なお、三井氏は次回作からアゲオ・マスミ役で、レギュラー出演している。マウス役は、当初、似ている赤星昭一郎にオファーがあったが断った。作中に新之助の語りで、ブリブリザエモンの冒険という物語が入るが、この部分は、 原作者の薄いによって描かれた話をアレンジしたものである。この部分を含めギャグにとどまらない真面目なシーンも参見される。国連直属の秘密組織 SML の一員、コードネーム、お色気は秘密結社豚のひずめの飛行船からある秘密兵器を動かすために必要なディスクを盗み出し、東京湾へと脱出した。一方、お台場沿岸を航行中の館船では、 双葉幼稚園の教諭と、園児たちが大宴会で賑やかに騒いでいた。するとその場に突然、海から、お色気が上がり込んでくる。困惑する一同をよそに、さらに巨大な飛行船が現れ屋形船をわしづかみに、する。先生や園児たちは釣り上げられた屋形船から、脱出するが、トイレに入っていた新之助とそれを待っていた、風間とオルラ5人の園児。 同じくトイレにいたお色気たちが残されたまま、屋形船ごとさらわれてしまう。ニュースでこのことを知ったミサエとヒロシは新之助が、行方不明と知り絶望する。だが、そこに、SML の一員で、コードネーム、筋肉と名乗る大男が現れ、新之助たちは生きていると告げ、ミサエたちに、今の状況を説明する。筋肉は、事件は、SML が解決すると告げたが、 新之助を一刻も早く助けたいミサエたちは同行したいというが、筋肉に却下され、二人は引き下がる。だが、ミサエは筋肉に罠をかけ、野原一家を同行させるという制約書にサインをさせるも、制約書は保護にされ、結局ミサエたちは取り残されてしまう。しかし、ミサエは筋肉の持っていた資料で目にした、香港の字から香港に手がかりがあると推測。 早速支度をし始め、翌日の原一家は城を残し、香港へ立った。その頃、屋形船ごとさらわれた、新之助たちと、お色気は、豚のひずめの飛行船にとらわれていた。屋形船をさらっていった、飛行船は、お色気を追ってきた、豚のひずめの飛行船であった。やがて、豚のひずめの三人の幹部。 バレルブレードママとリーダーのマウスが現れて、お色気にディスクを返せと迫るが、お色気はこれを拒否。お色気と、新之助たちは、豚のひずめの本部へ連れて行かれることになる。香港に着いた、ミサエたちは新之助を探すが、手がかりは一つもなく、途方に暮れる。そんな時、筋肉と再会。二人の同行を認めない筋肉だったが、ヒロシの強い意志に押されて、 同行を許す。こうして、広志とミサエは、筋肉と共に、新之助たちと、お色気の救出に向かうこととなる。飛行船が本部へ向かう途中、お色気と、新之助たちは、独房から脱走。お色気は、新之助たちを飛行船から逃がすことに成功するも、自身は、囚われの身となってしまう。新之助たちを助けに来た筋肉らも、乗っていた飛行機が、 豚のひずめの飛行船の攻撃を受け地上に不時着。三人は、徒歩で飛行船の目的地である、豚のひずめ本部へ向かう。一方、脱出に成功した、新之助たちは、とりあえず人のいる場所を目指して歩き出したが、その歩みは、豚のひずめ本部へ向かっていたのであった。新之助たちが秘密の入り口を見つけて入ると、そこは、 大袋博士と助手のアンジェラ・オウメの研究室だった。新之助たちはすっかり二人と仲良くなっていたが、監視カメラがあったため再び捕まってしまい、そこでお色気と再会する。マウスにディスクを奪い返され、コンピュータを起動すると、そこにはブリブリザイモンが映し出されていた。マウスは、コンピュータウイルスを、世界中にばらまいて征服する計画を企てて、いたのである。 その最中、新之助たちとの合流を果たした、ミサイラは、再会を喜ぶ。絶体絶命の中、大袋を博士は、コンピュータウイルスのルフを阻止すべく、新之助をプログラムの中に侵入させる。マウスは、ブラックホールのような入り口を開けて思う存分暴れて、来いと命令するが、ひまわりが、コンピュータの操作を妨害したためやり直す羽目になった。ブリブリザエモンは、 新之助の言葉で聞かせて欲しいという。そこで新之助は、ブリブリザエモンの冒険を語り始めた。宝物があるという山に登っていくと、困っている女の子三人と出会いそれぞれの頼みをこなし、礼を言われた。結局宝物にありつくことはできなかったが、彼の心の中には、たくさんの宝物があったという。ブリブリザエモンは新之助に礼を言うと、 プログラムから消え去っていった。一方、お色気はママを倒し、コンピュータウイルスも消去されたことで大断炎を迎える。そんな中、新之助はただ一人涙を流すのであった。しかし、自暴自棄になったマウスが、本部の自爆装置を起動。筋肉は、敵味方関係なく、全員に武器を捨てた上での対比を命じる。一同を乗せた飛行船は、 本部からの脱出を試みるが、大勢が乗っているため重くて上昇できない。その時新之助が叫ぶと、ブリブリザエモンの幻影らしきものが現れて飛行船を押し上げていった。飛行船が無事に本部を離れると、ブリブリザエモンの幻影はそのままゆっくりと炎の中に消えていった。激務を終えた後、筋肉とお色気は再婚して、野原一家とピクニックに出かける。 一同が、あの時誰かが、飛行船を押し上げたみたいだったと、不思議そうに話す中、新之助はブリブリザエイモンの絵を描き、正義に、ブリブリザエイモンの冒険を語り出す。ありがとうございます。